こんにちは、片付けコンサルタントの高木幸子です。 YouTube の動画でお気に入りのものだけこうピックアップしてこう一本にしたいっていう時ありますよね。でそのためのこう再生リストが作れるんですけれども、それを応用して、でその再生リストをその作ることによって、そのずっとこういちいちタップ何回もせずにこう同じ動画が、お気に入りの動画がずっと見れるっていうこともできます。自分でチャンネルを持っている人はこう自分のね、今まで作った動画のこう整理みたいな、こうグループ分けができて便利かなと思います。再生リストを作るのにこの YouTube アプリをタップします。この YouTube のホーム画面でここに下にズルズルズラって並んでいる5個かの一番左のアイコンにホームって書いてあって、ここをタップするとホーム画面というのにところに行きます。自分が登録しているチャンネルから再生リストを作る方法をまずやっていきたいと思います。こうね、お気に入りの人を登録しておいて、そのお気に入りの中からさらにお気に入りをこう自分だけのね、お気に入りリストを作りたいなって思った時の方法ですね。でまずこの真ん中の登録チャンネル、ここですね、ここをタップ、登録チャンネルタップして、そうするとこの左側にズラズラズラっと登録チャンネルが並ぶと思います。そしたらその中から、今回はこの YourBGM チャンネルさん、私の大好きなあのフリー BGM を作ってくださってる方のチャンネルをタップして、その方のちょっと再生リストを作りたいと思います。 YourBGM チャンネルさんをタップしました。そうするとこう、私どの曲もいっぱい好きなんですけど、特にこうこれが好きなんだよねっていうのがやっぱりあって、それを集めたいと思います。で、じゃあそういう場合どうするかというと、まず好きな音楽、動画を1個選ぶとします。これは入れたい。そしたらその右側に3つ、ちっちゃい3つのボタン点があるんですけど、ここをタップします。ここをタップ、そうするとこの後で見るに保存、再生リストに保存、共有、登録解除ってあるんですけれども、この中の再生リストに保存をタップします。動画の保存先が出るんですけれども、まださ新しい再生リストを作ってないので、この右上の新しいプレイリストというところをタップします。そうするとタイトル打ち込んでくださいって書いてあるので、私はあの YourBGM チャンネルさんの前の名前で池サウンドさんだったんですよね。で池サウンドと書いて、これがタイトルになりました。そして大切なのはここですね、その下の段、ここ非公開となってますけど、最初非公開で出るんですけど、ここの右側の三角印、ここをタップすることでこの非公開を変えられます。タップしてみます。そうすると公開、限定公開、公開とあって、公開は誰でも検索と視聴可能、誰でも世界中の人がこれを、その再生リストを見れるということになります。限定公開というのはリンクを知っている人だけ見ることができます。だからこう自分の友達だけに見せたいとか、自分の仕事をしている仲間にだけ見せたいっていう時はこの限定公開にします。そして非公開は自分だけが、見ることができるっていうリストです。個人的なものは非公開がいいと思います。なので非公開タップ、そして、タイトル入れましたよね。そして非公開にしました。そしたら右下のこの作成、ここをタップします。そうすると、再生リストに追加されてます。でこのまま例えばこれとどんどん追加していく、次にここ右、そしたらまた右タップ、右の点々をタップして、そしたら今度再生リストに保存をタップすると、さっき入れたこの池サウンドっていうところが出るので、ここをタップする。でどんどんで、またタップで戻る。これを延々繰り返す。で入れました。したら、じゃあこの作った再生リストを確認したいと思います。どこから確認するかというと、この右下のライブラリ、
というところをタップします。ここです。このイケサウンドと、ここにこの左側に再生リストコーナーなので、ここがライブラリーのこの左側が再生リストコーナーです。なの で今ここにイケサウンドと入ってます。もしここに入ってないときは、こう引っ張って、こうなんだろう、こう手でこう下にこう画面を引っ張ると、ここにグルンっていうマークが出て、ポンって離すとリロードっていうんですか、なんかこうリロードされて、ここに出るはずです。一番上に新しく作ったものが。そしてできました。でこれ一応タップしてみますね、できたやつ。おお。という感じでいっぱい。これがこうやってやっとくと、1回ごとにこうタップタップして次のってやらなくても、これがズラズラってこう流れてくれるので、1回タップするだけでしばらくこの音楽を楽しめるっていうことになります。で今、登録しているチャンネルから再生リストを作ったんですけど、もう一つ違う方法でも作ってみたいと思います。で次はこのライブラリーでタップして、履歴、今この画面からライブラリータップして履歴でも出るんですけど、普通ホーム画面に行って、ホーム画面からこのライブラリーをタップすると、こうまあ普通この一番初めに履歴が、今まで見た履歴が出ます。自分が見た動画ですね。でそこから、再生リストを作ることもできます。どうやって作るかというと、このライブラリーのページは、この左側が再生リストボックスになっているので、この新しい再生リストというところをタップします。タップ、そうすると動画を追加すると左上に書いてあります。それで追加したい動画のここに右側にこうチェックボックスが並ぶので、追加したい動画を、チェックしていきます。例えばじゃあちょっとこんまりさんの好きなのだけやりたい、ポンポン、こんまりさんの動画だけを選んでみました。そしたらそれから選んだら次へをタップ、また同じようにタイトルを入れる、こんまりさんで、タイトルを入れて、また非公開、限定公開、公開を選べるので、もう非公開のままにして作成をタップ。これでまた今分かりましたかね、ここに新しいのが出ると、こんまりさんっていう自分で作ったお気に入り動画だけを集めたものが出ます。こんまりさんタップしてますか。でこうして、で再生するときはここの右側にあるこのボタンを再生すると、こう延々その入ってた3本がタップなしでこう再生されていきます。作った再生リストのタイトルとか編集をしたい場合は、この再生リストを開いて、そのこの鉛筆マークをタップすると、ここのタイトルが変えられたりします。説明入れてもいいですし、自分で YouTube チャンネルを運営している方はここに説明とかを入れるといいと思います。でプライバシーは非公開のままになっています。この右上のチェックをタップすると、それが反映されます。反映されて、ここですね、ここ今名前変えたんですけど、反映されてないときはこう下に引っ張る、そしてピョンってすると名前変わりましたというふうに名前を変えます。それから並べ替えもできます。この順番を、再生されるリストの順番を変えたいときは、ここの鉛筆マークの下に並べ替えというのがあるので、ここをタップ、そうすると、追加日、新しい順、追加日、古い順、人気順、公開日、新しい順、公開日、古い順と選べて、すごいですよね。
ので、私はちょっとどうしようか、人気順にしてみたいと思います。変わった。そうなんだっていう感じですね。人気順になりました。で、手動で変えることもできます。この左側にあるこのなんか何イコールマークみたいなやつ、下駄マークみたいな、これを長押しして、ここを長押ししてギューッとこの辺とか、これを一番上がいいなとか、こんな感じで手動で並び替えることもできます。もしこの中でこれはちょっとリストから削除したいなっていうものがあったら、ここの3つの点をタップ、この池サウンドから削除、この再生リストの名前から削除っていうのが出るので、このゴミ箱マークをタップするとポン消えます。削除されました。この再生リストで削除しても元の方には残っているので、また追加ができます。この再生リスト自体を削除したいときは、ここの一番上のこのゴミ箱マークをタップすると削除しますかと出て、ここの削除をタップすると再生リスト自体が削除されます。私は残します。キャンセル。では作った再生リストを再生してみます。という感じで、再生されていくんですが、作ったリストの曲がここに並ぶわけではなく、この自分は再生リストに何を入れたんだろうと確認するときは、この YouTube の画面からここですね、ここに出てるこの右、このちっちゃいこの三角の矢印右上のこれをタップすると、こう自分が入れたものがダダダダダダってこう、あ、こういう順番だったんだなっていうのが分かるようになります。このなんかこう矢印上行ったり下行ったりみたいな、この矢印なんだろうと思ったら、これはこうタップするとこう、わかりますか、順番をシャッフルしてくれるっていう、だったこう順番をシャッフルして、こう曲、この再生リストの中の曲を、動画をこうシャッフルしてこう流してくれるっていう機能だそうです。これは繰り返し同じ動画を、この再生リストを延々ループしてくれるっていう印だそうです。なので YouTube チャンネルって一つの動画をリピート機能ってないって思ってたんですけど、これを使えば一つの動画を再生リスト1個作って再生リストの作り方をおさらいがてら、その1本の動画をリピート再生するものを作ってみたいと思います。まずこの、じゃあこの領収書レシートの整理の仕方の動画を繰り返し見たいとして、ここの右側の3つの点をタップ、そして再生リストに保存をタップします。そして新しいプレイリストをタップし、非公開でいいとして作成します。で、作成できたら、どこかな、ライブラリータップで、リロード、リロードして、この領収書の動画をタップして、ここにはそのなんだっけ、ここにはこのリピートマーク、ここには出ないんですよね。で、再生をタップして始まってから、ここのマーク、これが出てなかった時はこうなってたら、こうここの右の三角をタップして、これを出し、これをタップして、そうすると青くなるので、これが延々繰り返されるらしいです。ちょっと先送りしてみます。使えるという、いや、もう YouTube すごいですね。チャンネルの再生リストを見てみたいと思います。スクロールしていくと、
作成した再生リストっていうところがあって、この再生リストが 4本並んでるんですけど、それ以上いっぱいあるので、さらに24件表示ってここにあるこの数字のところをタップすると、いろんな再生リストが選ぶことができます。私がこの個人で非公開にしてるやつは、その時ここが書きマークになってるんです。で、こういう普通のチャンネルで公開している動画はこういう鍵マークがついていない。自分だけのものは鍵マークがついていて、他の方が見れないようになってます。限定動画とかをこう自分で好みにリストアップして再生リストを作った場合は、特に他の人が見れないようにここに鍵マークがついているかはチェックした方がいいかなと思います。ということで、便利に再生リストを使っていただけたらいいなと思います。今日も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が暮らしをときめかすちっちゃなヒントになったら嬉しいです。この動画が良かったらグッドボタンも押していただけると励みになります。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ではまた。